ハロステ配信500回。いつも見てくれてありがとう。これからもよろしくね。ハロステ、今回のお相手はアンジュルムの川村彩乃と、アンジュルムの後藤花です。今回はこの2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いお願いします。お願いします。さて、花ちゃんはハロステの MC 初登場ということで、はい、自己紹介お願いします。はい。アンジュルムの新メンバーの埼玉県出身、中学3年生、15歳の後藤花です。趣味は猫と戯れることで、うん、特技は人のいいところを見つけるところです。お願いします。猫と戯れるということはお家で飼ってるの？はい、そうです。お家で3匹猫ちゃんを飼ってるんですけど、うんうん、もう猫ちゃんと過ごす日はもうすごい癒しというか、うん、もうわーってなります。わーってなる。はい。いや、癒しですね。はい。あともう一個、特技は人のいいところを見つけられる、はい、そこっていうとこなんですけど、はい、じゃあ私のいいところを聞いてもいいですか？はい、ぜひぜひお願いします。恥ずかしい。川村さんのいいところは、うん、声がまずすごく可愛いってことなんですけど、 あのこの声を本当になんか唯一無二というか、うんうん、素敵な声だなと思いますし、歌声でもこう川村さんの声だなってわかる、うん、すごい素敵な声だなっていうふうに思います。ありがとう。あとは、うん、じゃ あと2個、うん、2個もあるの？はい、嬉しい。すごく可愛いんですけど、うん、あのその自分の見せ方とかをすごい研究してるのをよく見てて、はず、あの鏡でこう自分のパートをこうしようみたいな感じですごく、うん、あの自分のこうパートに対して真剣に向き合うっていうところが素敵だなっていうふうに思います。うん、ありがとう。3個目はめちゃくちゃおしゃれってことなんですけど、はい、あの普段からもすごいおしゃれで、なんかもう憧れるなって思います。ありがとうございます。なんかこう自分で聞いといてすごい恥ずかしくて、もうなんかもうすごい熱くなってきました。ハロステ。ちなみに今回のハロステは500回目の配信です。500回目すごい。500回目ですよ。すごいですね。わー、もう500回もやってるってことです。はい、すごい。おめでとうございます。うん、おめでとうございます。ハロステを見た中で私が記憶に残っている、思い出に残ってるのは、うん、あの石山さんがデビューするお披露目発表をもうドキドキしながら見てたのがすごい記憶に残っていて、今までもこうお披露目の映像だったりとか、うん、オーディション映像だったりとか、うん、すごい見てきて大好きだったんですけど、研修生に加入してから初めてこうデビューする発表とかを見たので、おうおう、もうすごいこう自分の先輩がっていうの気持ちがあって楽しかったなと思います。いや、いろんなメンバーのこのデビュー、お披露目の、はい、瞬間だったりの映像をハロステでたくさん配信してたと思うんですけど、はなちゃんも自分のは見ましたか？見ました。いや、本当にこう自分がデビューするこの瞬間だったりとかを映像で見て、うんうん、あのあ、こんな時もあったなっていうふうに思い返せるのがいいなと思いましたし、うん、なんか嬉しいなって思いました。うん、多分私もハロステで発表だった気がする、はいなって、うん、本当に思い出、いろんな人の思い出が詰まってる話ですね。はい、素敵です。私がすごく印象に残ってるのは、これ最初の頃なんですけど、はい、あのいろんな場所であのメンバーがソロで歌ってて、でそれで竹内さんがキャンパスライフを歌ってたのがすごく印象に残ってます。あと自分が出演した回で言うと、はい、あのジュースジュースの段原瑠美さんと一緒に MC をした時に、あのリンゴを丸かじりした子です。なんかその時私は結構リンゴが、はい、うん、好きで上手に食べれますみたいな言ったらじゃあ食べてみてくださいってリンゴ渡されて、もうシャリ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 ってこう種だけ残して食べるっていうのをやりました。面白いですね。ぜひあの過去の配信見てみてください。はい、これからもハロープロジェクトの最新ライブ映像や最新情報を交えてお送りしていきますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。それではこちらの映像をご覧ください。どうぞ。
ね、今日は東京だからもーちゃんおかえりー、おかえりー、続いていきます。まずかルリーはないひろなのみすみれよつめみくももよこちゃば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 お願いします。
明日も一緒に頑張りさ。アンジュルムの川村彩乃とこと花がお送りしているハラステ。ここからは少しお互いのことを話していきたいと思います。はい、私からいくつか質問するのであまり考えずにパッとねテンポよく答えていきましょう。はい、それではいきますよ。はい、アンジュルムに加入して約5ヶ月、あれがアンジュルムかと衝撃を受けた出来事は？楽屋でもどこでもすごく明るくて騒がしい、うん、アンジュルムに加入したんだと大きく感じたのはどんな瞬間？お披露目のステージでお客さんを見た時です。アンジュルムのメンバーとして成し遂げたいことは？大きなステージでみんなで立ってかっこいいパフォーマンスをすることです。どんなアイドルになりたいですか？皆さんに笑顔や元気とか勇気とかパワーを届けられるようなキラキラしたアイドルになりたいです。ハロープロジェクトは今年で25周年。初めて意識をして聞いたハロープロジェクトの楽曲はどれですか？モーニング娘さんの Help Me です。おー、わーはい、そうですね、アンジュルムに加入したんだと大きく感じたのはやっぱりお客さんを、はい、に見てもらったあのステージで感じました？はい。もうあれはすごく感動して、うん、なんか研修生になってからこのステージを見るために頑張ってきたんだなって思ってすごい感動しました。うんうん、そうだ、でもすごい感極まって泣いてたもんね。はい。でもすごい、わーってね、声援とかも来て嬉しかったよね。嬉しかったです。うん、初めて意識して聴いた楽曲が、はい、モーニング娘さんの Help Me っていうことなんですけど、はい、それはどういうタイミングでとか、何がきっかけでとか。お母さんがもうそのモーニング娘さんの Help Me を一番最初に教えてくれて、うん、それで聴いたんですけど、うん、小さい頃にモーニング娘っていうのは聞いたことあったんですけど、うんうん、その時はモーを取って牛の女の子たちの話かと思ってたら実はそういうこのアイドルグループだったっていうのをこのヘルプミーを聞いて見て知ったんですけど、はい、確かにね、何も知らないでね、はい、モーニング娘って確かにもうもうかなって、うっさんかなって思うよね。はい、確かに、はい、ヘルプミーに聞けてよかったね。はい、よかったです。川村さんへの質問は VTR の後で。ハロステ、モーニング娘。2-3 ウェイクアップコール、目覚めるとき、10月25日オンサイオ。ハロステ、続いては私から川村さんに質問していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。味覚の秋、出身地高知のこの時期のおすすめは？新高梨です。梨、梨、シャリシャリだ。最近出会ったお気に入りの道路はどんなところ？の愛媛県の道後温泉に行った時に、はい、すっごいカラフルなお花みたいな道があって、それはすごい綺麗でした。見てみたいですね。今のアンジュルムにぴったりな〇〇な11人というコピーをつけてください。11人のアンジュルムな11人です。アンジュルムは一言で表すと？愛。ハロープロジェクト歴代の楽曲の中でいつかパフォーマンスしてみたい一曲は？スマイレージさんのスマイル美人。おー、いやー、気になるところが何個かあるんですけども、はい、アンジュルムにぴったりな〇〇な11人のコピーで今そうですね、はい、アンジュルムは11人のアンジュルムっていうツアーをね、はい、回ってるので、もうその11人ですねもうそのコンサートでみんな一生懸命頑張って、はい、お届けしてて、なんかより11人っていう、うん、なんかこう結束感っていうんですか、はい、が出てきたなって思うのでそのコピーです。あー素敵ですねはい、あともう一つ、うん、ハロープロジェクト歴代の楽曲の中でいつかパフォーマンスしてみたい曲っていうことなんですけど、うん、はい、私はそのスマイリーさんがすごい大好きで、はい、小学
学生の時にすごい、あの同級生とたくさん聴いてて、その中の1曲でスマイル美人っていう曲があるんですけど、あのちょっとなんだろう、あのちょっとあの学生のちょっと強気なところが出てて、すごい可愛い歌詞で、あのすごい私は聴いてて、でまだ1回も歌ったことないので、いつか歌ってみたいなって思ってます。わーすごい、なんかあのアンジェルムのみんなでやりたいなと思います。やろうね、はい。ハロステこの後も続きます。夏焼きみやびです。さあ始まりましたハローキッチン、今回はこちらのメンバーに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。モーニング娘。23の小田さくらです。実はモーニング娘。とかハロステ始まってから一度もハローキッチンに出たことがなくて、お今回実はこの撮影日で11周年になるんですけど、はい、私11周年目にして初めて料理を披露するということで、とても緊張していますが、楽しみながら頑張りたいと思います、はい、では先生よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ今回は何を作りますか。はい、茶碗蒸しを作りたいと思います、はい、そしてはいピーマンの肉詰めを作ります、作ります、はい、今回は2品、はいはい、作っていくということで頑張っていきたいと思うんですけども、はい、まず今回の材料はこちらです。はい、今回茶碗蒸しは小田ちゃんのリクエストということで、はい、これはどうして今回茶碗蒸しがリクエストだったんですか。はい、私も茶碗蒸し自分の中でこう完全食というか、うん、もう食の中で結構こう完成されてる大好きなものなので、よく自分でも作るんですけど、そうなんだ。なんかこう茶碗蒸しって本当に簡単というかシンプルだからこそすごい難しくって、うん、なんか結構独学だけでやってるので、なんかもっと上の茶碗蒸しがあるんじゃないかなと思って、はい、もうそれはね、教わろうと先生にね任せちゃえばね。いやー和食はねそこまで得意じゃないんでね。一応まあ今職場でもやってはいるんですけれども、はいはい、何しろね難しいっていうか、もうシンプルだからこそはい、そうなんですよね。ね、今日はだから一緒に作るみたいな感じでね、研究会みたいなね、はいはい、いいですね、できたらいいな、茶碗蒸し研究会、はい、じゃあね2品あるということで、はい、頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ先生、まずは何を作っていきますか、はい、まずは茶碗蒸しの具材を、はいはいはい、用意していきたいと思うんですけど、はい、今日はねこちらを用意してまして、はい、エビだけちょっと生のやつ持ってきたので、はい、背わたを取って殻を、はい、あとねこの足を取って、はい、背わたを取って、はい、で殻付きの状態で茹でると良いので、殻付き、はい、はい、足を取って、はい、あ、殻むけれる、うん、できました。はい、はい、たら茹でますので、はい、お酒とね塩をちょっと入れるといいので、うん、ちょろりっと大さじ1分ぐらい、大さじ1、はい、こんぐらい、もうちょい、もうちょい、はい、OK、はい、じゃあね、沸きましたんでね、はい、火止めて、火止めてエビ投入しちゃって、はい、で蓋してね5分ぐらい待ちましょうか。はい、エビはね殻に旨味がいるんで、へえ、そうなんだ、ね、覚えててほしいのと、あと、まあ、大体野菜もそうなんですけど、やっぱ塩をね結構入れて茹でると色鮮やかになりますね、うんうんうん、はい、さあさあエビはどうですか。さあさあ、ぼちぼち5分経っていいですね。あ、いい香り、はい、はい、カニカマは、はい、あのほぐしましょうか。これ残念ながら本物のカニじゃない、カニカマですけどね。裂けばいいんですか。そうです、だから割とほぐしてあげて、卵液入れた時に多分ニャニャニャって広がると思う、うんうんうん、さあじゃあ、はい、かまぼこね、はい、はい、ここまで入れたらギリザギリザ、こういう感じですね、はい、最初入れて、で入れて、でここはね止めといて、止めといて、ギザ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 、でもう最後まっすぐ通して、で横からちょっと、ね、はい、もうそれで切れてる。あんまりでもできてない。できてる、できてる、できてますか。できてます、ね、できてる、もっとできたい、はい、ちょっと薄くでもいいかもね。はい、難しい、なんか和食でこういう
なんかそういうね、ちょっとした小細工やってるんですよ、すごい技術ですよね。全然できてないんですけど、じゃあ、ここにね、入れてみましょうか。はい。じゃあ、お水を 300cc。はい。はい、入れてください。はい。そして、醤油。はい、醤油。小さじ1。あとみりんですかね。はい、みりん小さじ1。はい、そして、本だしも小さじ1。はい。じゃあ、溶ければ大丈夫なんでね、はい、軽く温めればもう大丈夫でしょう。これでもう溶けたので、はい、ちょっと熱々だと卵にここで火入っちゃうので、はい、これは冷ましておきます、はいはい、お、さすが卵はもう慣れてますねここでミヤビズポイント、泡立てないように混ぜるです、うん、はい、これはなぜ泡立てないんですか。はい、もう茶虫のマスターですから、経験済みです。もう巣立つんです。プチ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 って、完成した時に、はい、その泡の部分が穴開いちゃうので、はい、でもこれって、はい、よく切りたいじゃないですか。そうですね、切りたいになっちゃう。横にはしちゃダメなんですか。はい、一応、うん、言われてるのは、うん、箸をそこにつけた状態でこう切っていくみたいな、うんうんうん、で卵黄はもうすぐもうトロンといっちゃうんで、どっちかというと白身を、うん、白身のこのなんか弾力あるところを切るみたいな、はい、箸で切る、はい、やっぱ普段作ってるだけあるね。そう、なんかいっぱい失敗してきたので、そうなんです。いいと思います。はい、はい、どっちに入れてます。卵液に入れてますですね。はい、はい、まあいい香りがしてきた、うん、なんか出汁とかね、取ると本当に日本人で良かったと思うんだよね。いや本当にお味噌汁とかは、じゃあ具はお好みで入れ、あ、はい、その前にね、エビを剥かないと。から肉、はい、剥きます。剥いてください。尻尾も全部取っちゃっていいんですよね。これは、はい、取った方がいいですね。はい、そのままコロリンと、はい、入れて、はい、かまぼこも入れて、かまぼこ入れて、はい、多分卵液入れたら浮いてくるっていうか、なんか中でふわふわすると思うんで、うん、はい、で最後に三つ葉なんで、はい、こっちですね。コス作業ですね。はい、はい、わあ緊張する。だいたい7分ぐらいですかね。はい、入れる量としては、うん、いい感じ。いい感じですね、うんうん、沸騰した、沸騰してきた。さあこれを、はい、入れてください。今火消してるんで大丈夫です。はい、うん、離した方がいいですね。わ、はい、うん、蓋がね、閉まらないんで、これがちょうどぴったりだったんで、はい、この隙間を開けることが大事ですね。そうなんだ、はい、さくらちゃんはもうずっと見てるんだもんね。なんかそう見て、もう透明の蓋で、で、プリンの容器なんで、うん、あ、透明なんで、そう、見えるのか。そっかそっか、はい、なんでそうやって見て、そっか、上はアルミでも横から状態が見えるから、はい、でなんかちゃんと固まるとこうちょっと傾くんですよ。なんか、おー、うん、そうですね、傾いて固まるんですよ、はいはいはい、なんかだからそれをなんか見て、うん、あとなんかちょっと縮まるんですよね。そうそうそう、縮まって外側にちょっと液が出てくるっていうか、透明な、そうすればまあ大体なんか揺らしてみたりとか、そうそうそう、あとこう斜めにして、はい、斜めにすると表面っていうか一番上のところがちょっとなんかこぼれそうだなってなったらまだ入ってなくて、うんうん、それは結構こう弾力あったら大丈夫ですよね、うん、ちょっと一回見てみましょうか。あ、ちょっと先生、熱いね、熱いよこれ。どうですか、これ。どうですか。いけそうな気がするっすね。次こそはこっちは多分もういい、うん、めちゃめちゃ機嫌伺いながら、多分そっちは大丈夫と思う。うんうんうん、良さそう。弾力ありますかね。ありますあります。はい。じゃあ、はい、これもらいます。じゃあ開けてもらって。はい。でてぃーん。すごい、めっちゃ綺麗。よーい、あ、めっちゃいい香りします。すごいいい匂いしてる、ほんと。最高。最高。思った以上にうまくいった。成功。できました。すごい。はい、ということで、はい、今回はチャームシが完成したということで、はい、この試食はですね、次回ということになります。はい、次回、あとピーマンの肉詰めも、はい、作るということで、はい、はい、ちょっとそちらも楽しみにしてください。はい、わ、美味しそう、はい、いただきます。
うん、嬉しい、美味しい。わー、作りたくなりましたね。勉強になりました。はい、最近私すごいお気に入りのメニューがあって、はい、それはナスのたたきっていうんですけど、はい、あのナスを素揚げして、それに大葉とみょうが、はい、ネギをこう刻んで乗せて、はい、柚子ポンをかけて食べるっていう料理なんですけど、おいしそう。もうそれがすっごいおいしくて、はい、もう夏から今までもうめちゃめちゃ揚げてめちゃめちゃ食べてました。いいなー、今度作ってください。わかりました。やったー、作りますね。でも本当にすごくおいしくて、もうそればっかり食べてました。もう本当においしかったので、ぜひ作って食べてみてください。はなちゃんは、はい、なんか自分が今まで作った料理の中でお気に入りのメニューとかありますか？私はマカロンです。マカロン？はい、マカロン作ったの？はい、すごー。あのお菓子作りに一時期ハマってて、うん、その時に作ったんですけど、うん、もう難しくて。マカロンお菓子の中でも特に難しいよ。そうなんです、うんうん、超難しくて。でももう何回も失敗しながらずっと作りました、うんうん、あ、上手に作れた？ちょっとあのまあ見た目は、うん、あの、まあ、めっちゃ可愛くってわけではなかったんですけど、うん、あの自分の作ったマカロンはすごい美味しかったです、うん、やっぱ自分でね作るとより美味しく感じますね。はい、いつかマカロン作って持ってきてね。はい、作ります。楽しみにしてます。ハロステ、アンジュルムの河村彩乃と後藤花がお送りしているハロステ。もっと花ちゃんのことを知っていただきたいので、はい、もう少し深掘りしていきたいと思います。あ、マネージャーさんに後藤花ってこんな人というエピソードを聞いてきたので、はい、いくつかご紹介します。あ、怖いよ。じゃあいきますね、はい、後藤花が不思議だと思うところ、人のオーラが読み取れる数字が見えるらしいです。河村や他のメンバーは何の数字に見えるか気になります。あ、人のオーラが読み取れるってどういう感じで見るんですか？なんかその人の雰囲気とかを色で多分感じてて、うん、それでこの人はこういう色だなとか、うん、この人この数字だなみたいな風に思ったりしてます、うんうん、アンジュルムのメンバーだとこの人はこんな感じとか。河村さんは7です。7、やったー、はい、私の誕生日は7月7日なんで、あのラッキーセブン、私の一番好きな数字です。え、すごい嬉しい。あのすごいですね。すごいよ、すごいすごい。やったー、嬉しい。もっと聞きたい。色は何色に見えますか？色はなんかあのちょっと、うん、赤のなんかボルドーの赤みたいな、うんうん、大人っぽい赤茶みたい、あ、ちょっと茶色混ぜてるな、うん、あの綺麗な色です、うん、はい、すごい、なんか予想外、初めて言われたその色ってすごい嬉しいですね。はい、こっからは私のからのエピソード、はい、なんか真面目だなって思うところもたくさんあって、この今ねツアーをコンサートツアー回ってるんですけど、そのリハーサルとかでやっぱすごいたくさんの曲を一気に覚えたじゃない、その時とか先輩からだったり先生からだったりいろんなアドバイスとかをもらった時に、こうしっかりねこうちゃんと実践してこれやってみました、これできるようになりましたとか、この間言ってたこれ挑戦してみましたとか、こうその過程をしっかり伝えてくれるっていうのがすごい感心して、あ、とてもすごいなって思っています。わーい、嬉しいです。なんか本当に不思議だなって思うところもありますが、でもすごいあのお仕事に真剣に取り組んでる子なんだなっていうのがいろんなところから感じて、これからどんどん花ちゃんと一緒にお仕事するのが楽しみだなって思ってます。ありがとうございます。はい、改めて皆さんにご挨拶をいただきましょう。はい、はい、新しくアンジュルムのメンバーになりました埼玉県出身中学3年生15歳の後藤花です。これからアンジュルムのメンバーとしてたくさん頑張っていきたいですし、自分らしさをどんどん出して皆さんをハッピーにしていけるように頑張りたいと思います。ハロステ、先月ハロープロジェクト 25th アニバーサリーコンサートが開催されました。
はい、2日間振り返って印象的だったこととか、うん、あの舞台裏とかで何かありました、うんうん、ありますよ。あのリハーサルを見させていただきたんですけど、はい、中澤さんがソロのリハーサルをしてるときに、私たちとかあのハロープロジェクトのメンバーさんだったり、あと OG さんだったりスタッフさんとかが、はい、客席に座ってリハーサルを見てたんですけど、はい、その時にあの花道を中澤さんが歩いてて、はい、あの手をこう振ってくださって、で私たちが手を振ったら手を振り返してくれたんですよ。わーって思ってすごい嬉しくって、すごいですね。めちゃめちゃテンションが高まりまして嬉しかったです。いいですね。私はこうステージ出ていない時に、うん、裏であのモニターがあるんですけど、うん、そのモニターをみんなで見ながらあのわーってやったり、うん、イヤモニをつけてるのであの生歌が聞こえるんですけど、うん、もうあかっこいいなとか思いながら聞いていました。うん、もうとっても素敵なコンサートでしたね。はい、素敵でした。はい、今回はそんなハロープロジェクト 25th アニバーサリーコンサートから赤いイヤホンをご覧いただきます。はい、現役メンバーと OG の竹内あかりさん、勝田里奈さんとの共演でしたが、はい、花ちゃんは初めて二人と一緒にやりましたね。はい、どうでした？あのパフォーマンスを一緒にできてすごい嬉しかったなと思いますし、赤いイヤホンはもうめちゃくちゃかっこいい曲なのですごい楽しかったなっていうふうに思います。いや、あの赤いイヤホンは頭が竹内さんのソロ、その次が勝田さんのソロっていうのがオリジナルだったので、久しぶりにその二人の続いて の、はい、あの歌が聴けて、はぁと思ってこれだ赤いイヤホンだと思ってすごい、はい、こう一緒にパフォーマンスしながらなんか嬉しかったですね。あとはリハーサルで印象的だったのが、あのもう竹内さんも勝田さんもメンバーかなって思うぐらい、はい、あの空き時間とかもう普通に、はい、なんだろう、メンバーと馴染んでるんですよ。で、あら、あ、勝田さんだったみたいなすごい距離感とかもメンバーと変わらないぐらい、はい、近くてすごい優しくいろんな話をしてくださって、はい、嬉しかったですし、竹内さんとかはね、ここ横の列がちょっと乱れてるから揃えた方がいいよとか、うん、ここのパートもっとリズム刻んだ方がいいよとか、うん、そういったパフォーマンス面のアドバイスもしていただいて、はい、みんなでね、力合わせて素敵なパフォーマンスができたんじゃないかなと思います。はい。それではご覧ください。どうぞ！運命の恋を期待しただけど小さいの心が弱まない彼に嫉妬されるたび必要な着信や確認にそのうなりを相手にしてらんない明るい歌聴きたくなってバッグの底引っ張り出したイヤホンこんがらがった赤い糸を無理にほどき君とのこと AI に出会いそうな素直な人
お仕事お疲れ様。アンジュルムの川村彩乃と加藤花がお送りしているハロステ、エンディングのお時間となりました。はい、花ちゃん初めてハロステ、はい、MC やってみていかがでしたか？いや本当にハロステはずっと出てみたかったので、うんうん、嬉しいなと思いましたし、初めてのハロステのこう MC で、うん、川村さんと一緒にできてよかったなってふうに思いました。嬉しい。安心感が半端じゃないですありがとう私も花ちゃんと一緒に MC できてとても楽しかったです。嬉しいです。ここでお知らせです。アンジュルムコンサートツアー2023秋、11人のアンジュルムを開催中です。次回は福岡公演になっています。あとは北海道、沖縄、大阪公演もあります。ぜひお近くの際は遊びに来てください。そして11月24日に日本武道館公演が決定しました。はい、下板にゆきほちゃんと後藤花ちゃんにとっては初めての日本武道館公演ということで、はい、とても楽しみです。12月29日にカウントダウンジャパン2324にアンジュルムが出演します。いや本当にすごく ありがたいことだなと思いますし、なのでみんなで頑張っていきたいと思います、うん、ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お相手はアンジュルムの川村彩乃と後藤花でした。さようなら。